小田信成は2000年代から2010年代にかけて活躍した日本のフィギュアスケート選手。プロフィギュアスケーター、大阪二拓敷市出身。最終学歴は関西大学大学院文学研究科総合人。文学専攻身体文化専修博士前期。家庭修了。学位は修士。関西大学アイススケート部前監督。主な成績に2010年バンクーバーオリンピック7位。 2006年、4大陸選手権、優勝。2008年全日本選手権、優勝。2005年世界ジュニア選手権、優勝。2009年2010年 GP ファイナル2位。2006年世界選手権4位など。アマチュア引退後は、トラロックエンターテインメントに所属し、プロスケーター、スポーツ解説者、TV タレント、指導者などで活動している。 2017年4月1日付で母校関西大学スケート部監督に就任した。2019年9月9日、同日付で関西大学アイススケート部監督兼コーチを退任したことを関西大学が発表した。大阪府高市出身。大阪府立アブイア高等学校卒業。卒業後は関西大学文学部英語英文学専修に進学。 2010年4月2日、関西大学学長表彰を受け明らした。同月22日、中学時代の同級生だった女性と婚姻届で、10月1日、第一子の男児が誕生。2011年3月19日に大学を卒業。4月から同大学大学院文学研究科修士課程に入学した。2013年1月5日には、 第二子の男児が誕生。2015年3月23日に大学院を修了。2016年11月7日には第三子の男児が誕生。2019年10月、自身が出演する情報番組で第四子の女児が誕生したことを報告した。自称、織田信長の子孫にあくまでも自称であり、祖父が言っていたからというレベルの話である。祖父、重春、と 審議は、大阪通り観光業所の創業者、織田信長から数えて17代目の末裔にあたると、自称しているが、家系図の祖祖父の欄が空欄であり、信長につながる祖祖父の使命や、羊や、その先代とのつながりを誰も知らない。家系図の空欄は信成自身も知っており、TV 番組内で、自分自身で空欄の存在について発言している。また、幼少の頃から、 スケートの大会などで幾度となく京都を訪れているが、関西の TV 番組の企画で本能寺を訪れた時には本能寺の場所さえ知らなかった。小田家の末裔と自称していることは海外でも紹介されている。デビッド・ウィルソンが2004から2005シーズンのフリープログラムに座頭誌を選んだのも信長にちなんだとのこと。テレビ番組で 戦国三武将で有名なホトトギスの歌を読むならとインタビューされた際は、泣かぬならそれでいいじゃん。ホトトギスと読んだ。2010年1月には愛知県清須市の清須越400年事業の PR 役として、信長も居城とした清洲城の名誉城主に就任した。涙もろい一面非常に涙もろく、現役時代から一目はばからず号泣するシーンが数多い。 2005年10月のスケートカナダでは7位に終わったショートプログラム後に悔し涙にくれたが大逆転のフリースケーティング後には嬉し涙を流し続けている。特に2005年12月の NHK 杯では初優勝が決まった瞬間にキスクライでは大声を上げながら大号泣、母親コーチの小田の子が笑いながらそれをなだめる姿が全国に大きく放映され 小田を一躍有名にした。他にも、2013年12月の全日本、フィギュアスケート選手権で、鈴木明子が28歳の最高齢で、同大会初優勝を果たした時を、はじめ、翌2014年2月開催のソチオリンピックで行き、ライバルだった高橋大輔に中継で声をかけた際、さらに、浅田真央がほぼ、ノーミスのフリーを滑り切った時や2017年4月に、 浅田の現役引退表明にコメントを求められた際、そして2018年2月のピョンチャンオリンピックで、ハニューが、逸話に大会連続金メダル、宇野昌磨も銀メダル獲得のワンツーフィニッシュしたステージなど、思わず泣き出す場面が、テレビでそれぞれ放送されている。その泣き虫キャラが、すっかり定着した小田は、2014年4月に富士テレビ、系列、 アウトデラックス春の面会スペシャルの放映出演時に、小田自ら、僕よく皆さんに、いい人ですねって言われるけど、ただよく泣くだけ。全然、良い人じゃないなどと泣きながら困惑。当番組の司会、矢部博之が、もう泣きやみなさいと、親のように声をかけると、小田は、だから僕は、表舞台から消えたいんです。たとえ、コーチをしても大会には帯同しないと。 裏方に回りたいと打ち明ける。その言葉に対して、マツコデラックスが、ダメよ、あなたは、表舞台に出る人なの。と説得すると、小田は、そう言っていただけるのがすごい、嬉しくて、もう本当に生きてるだけで十分なのでと余計に涙が止まらなくなっていた。勝負強く、本番で練習以上の力を出すこともしばしばあった。他方、規定に反して、 ザヤックルール違反やコンビネーションを飛びすぎて高難度ジャンプの得点が無効になってしまうことが過去に公式試合で9回もあった。そのため、オダが出場していない大会の外国の TEB 中継中においてすらザヤックルール違反といえば日本のオーダーと話題にされた。日本のフィギュアファンの間では他選手であってもザヤックルール違反を俗にオダルと呼ばれることもある。体の柔軟性が高く、 またスピンはバリエーションが豊富である。演技の流れの中で飛ぶジャンプは評価が高く、膝と足首を柔らかく使った着氷も美しいとされていた。三回転アクセルは2005年世界ジュニア選手権の公式練習で初めて成功した。母の小田則子が元スケート選手で、兄や姉もスケートをしていたため、自然な流れでの7歳からスケートを始めた。しかし、 小学生の頃はスケートを続けているとお金がかかって、親に負担がかかってしまうため、スケートを止めたいと思っていた。1998から1999シーズン、全日本のオービス選手権8位。1999から2000シーズン、全日本ジュニア選手権27位。2001から2002シーズンは左腕を骨折したため、競技会に出場しなかった。 2004から2005シーズン、白田のりこの紹介で、カナダのリー・バーケルの元へ渡る。はじめのうちは、英語もわからず苦しんだが、ジェフリー・バトルらとの練習を通じて成長した。世界ジュニア選手権で優勝。同大会男子シングルで、日本人が優勝したのは、2002年大会の高橋、大輔以来二人目、女子シングルの浅田真央と共に、日本勢のアベック優勝となった。 2006年スケートアメリカより2005から2006シーズンから本格的にシニア参戦グランプリシリーズスケートカナダで3位 NHK 杯では初優勝を果たし本田武史、高橋大輔に続く日本人男子3人目のグランプリシリーズ優勝者となった鳥のオリンピック代表がかかった全日本選手権では初め優勝と発表されたものの採点ミスが 明らかになり2位に訂正される。この結果、代表選考ポイントでも、僅差の2位となり、鳥のオリンピック出場を逃した。年が明けてからは4大陸選手権を制し、世界選手権でも4位入賞。日本男子シングル出場枠を1から2に増やした。また練習面で、体力面で、他の選手に劣るという指摘を受け、松本聖のもとで、筋力トレーニングに取り組み始めた。 2006から2007シーズン、スケートアメリカで優勝し、NHK 杯では高橋大輔についでに2位。2年連続で進んだグランプリファイナルでは銅メダルを獲得した。世界選手権では SP で14位と出遅れたが、プログラムをミッション、インポッシブルに変えて臨んだ FS では、冒頭の3回転アクセルマイナス3回転、トゥループマイナス3回転ループから次々にジャンプを、 成功させて追い上げ、総合7位に入った。同時に、高橋大輔が2位になったため、2人の順位合計により、翌2008年大会の日本男子シングル出場枠は、最大の3枠となった。2007年1月に開催された第62回冬季国体群馬大会スケート競技に出場し、SPFS どもに1位で優勝。2007年3月の誕生日で20歳になったが、 同年7月27日の未明、大阪二日月市内でミニバイクの指揮帯運転により警察に摘発された。小田は前日に大阪市内で関西大学アイススケート部の顧問などと酒を飲みながら競技活動と学業の両立を相談した後に電車で寝過ごして時間も経っていたので酔いも覚めたという自己判断でミニバイクを運転していたとコメントしている。 この摘発を受け、日本スケート連盟は、小田の大会への出場停止と特別強化指定選手5ヶ月間解除の処分を通達し、スケートカナダやエリック・ボン・パールハイへの派遣を中止した。復帰戦として注目された11月の西日本選手権は、調整の遅れを理由に欠場。代わって12月の全日本選手権での復帰を予定していたが、開催直前に、 過度の精神的重圧などの理由で欠場した。これらにより、四大陸選手権、世界選手権の出場権利を得られず、年明けの各アイスショーにも参加しなかった。2008年4月、ニコライ・モロゾフのコーチ就任を発表、アイスショーにも復帰した。2008から2009シーズンが始まると、ネーベル・ホルンハイ、カール・シェーファー・メモリアルと立て続けに優勝。 国内でも西日本選手権を制し、グランプリシリーズ復帰戦となる NHK 杯でも優勝、全日本選手権でも優勝した。世界選手権では SP でフェンスに激突し、FS でジャンプの回数規定違反を犯しながらも、初めて4回転、トゥループマイナス3回転トゥループのコンビネーションジャンプを成功させ総合7位になった。同大会で6位だった。 小塚隆彦との順位合計が13となり、翌2010年バンクーバーオリンピックの出場枠3を過労うじて確保した2009から2010シーズンエリック・ボンパール杯、中国杯とグランプリシリーズで連勝。グランプリファイナルでは2位と好成績を残し、オリンピック日本代表に内定したバンクーバーオリンピックでは SP では4位と好発進だったが、 FS で後半靴紐が切れたことによる演技の一時中断と転倒による計算点の減点が響いて7位入賞に止まった。世界選手権では SP で全てのジャンプに失敗し28位となり FS に進めなかった。2010から2011シーズン、スケートカナダ、スケートアメリカともに2位に終わる。グランプリファイナルでは SP では初めて4回転。 トゥループマイナス3回転トゥループのコンビネーションジャンプに成功し1位となったが、FS では2度のジャンプの転倒があり3位。総合では2位となった。世界選手権では SP で2位につけながらも、FS でまたもジャンプの回数違反を犯し、総合6位に終わった。二千十一から二千十二シーズン、かねてからの左膝外骨靭帯炎の治療と、膝以外の使える筋肉を使ってのトレーニングを、 続けながら挑んだグランプリシリーズ初戦の中国杯では2位に入ったが、第2戦のエリック・ボンパール杯では7位と沈み、3年連続グランプリファイナル進出はならなかった。全日本選手権は左膝の故障のため欠場、2012から2013シーズン、左膝の治療とトレーニングがほぼ完了。挑んだグランプリシリーズはスケートカナダ3位。 ロステレコム杯5位となり、GP ファイナル進出は叶わなかった。世界選手権代表をかけた全日本選手権では、SP では、点灯があり5位。FS では4回転を決めたが、3回転アクセルの1度目で手をつき、2度目に点灯。総合で4位となり、世界選手権出場を逃した。2013年1月の第68回冬季国体に出場し、 SPFS ともに1位で、国体2度目の優勝。2013から2014シーズン。ネーベルホルンハイでは、SP、FS ともに4回転ジャンプに成功。FS と合計スコアの自己ベストを更新し、2位に大差をつけ圧勝、スケートカナダでは、SP は2位発進するも、FS では、ジャンプのミスが響き、総合3位。NHK 杯は、SP は3位。 FS は検討し、総合2位となった。GP シリーズ総合ポイントランキングは7位だったが、高橋大輔が怪我により欠場したため繰り上げとなり、3シーズンぶりのグランプリファイナル進出が決定した。グランプリファイナルでは、SP、FS ども2 3位で、総合3位に入った。ソチオリンピック出場をかけて臨んだ。全日本選手権では、SP 冒頭の4回転が3回転になるなどし、 5位と、やや出遅れた。FS ではほぼ、ノーミスの演技を行い3位と検討したが、総合4位に終わり、2大会連続のオリンピック出場は逃した。2013年全日本選手権の終了直後、日本スケート連盟は2014年に4大陸、フィギュアスケート選手権の日本代表選手の一人として、小田を選出した。しかし、これからは、若い選手に頑張ってほしいという意向から、 4大陸選手権の出場権を辞退、全日本選手権のエキシビションで演技を終えた直後、小田選手自身がリンク上からマイクを通じて現役を支持ぞくことを発表した。その後に開かれた引退会見では、泣かぬなら泣きに泣きますホトトギスという自作の句を披露した。現役を引退した直後のソチオリンピックの開催期間中、FNN スーパーニュースアンカーで自身初の スポーツコメンテーターを担当。その後もスポーツ関連番組やバラエティ番組のゲストとして自身現役時代の体験談やライバル、新旧の日本代表選手に関するエピソードを語る機会が多い。2014から2015年シーズンの開幕以降はスケート大会の実況解説者として活躍が増えている。またアイスショーやレギュラー番組など出演の傍らで メダルイナーズオープンフィギュアスケートジャパンオープンのプロアマ混合大会に出場。ジャパンオープン2016においては4回転トーループマイナス3回転トーループのコンビネーションを成功させ、非公認ながら現役時代のパーソナルベストを超える178.72点の得点を出した。ジャパンオープン2018においても4回転トーループマイナス3回転トーループ。 さらに3回転アクセル -1 オイラー -3 回転、サルコーの難しいコンビネーションジャンプを決め、新ルールによりジャンプの回数が1回減っているにもかかわらず、現役時代のパーソナルベストを超える176.95点の得点を出した。2017年4月11日、関西大学梅田キャンパスにて、関西大学アイススケート部監督就任会見を行う。 2019年9月9日、多忙が理由との理由で大学側より、関西大学スケート部監督の退任が発表されるが、小田本人は、同月29日の公式ブログで、リンク内で、私に対して嫌がらせやもらはら行為があり、その影響で今年春頃から体調を崩すようになった、と、多忙による辞任を否定し、10月14日の公式ブログでは、 小田川から見た経緯を説明した。しかしもらはらを行ったとされる浜田義江コーチは、週刊、文春の取材に対し、いやいや、もともと彼は、リンクにいませんよ。今年からではなく、初めから、解説者もやって、タレントもやって、片手まで監督やるのは、大変やと思いますと反論しており、当事者同士の言い分は、真っ向から対立する形となっている。 11月18日、小田はハラスメントを行っていたとされる、高知の浜田に対し1100万円の損害賠償請求訴訟を求めて、大阪地裁に提訴、大阪司法記者クラブで代理人弁護指導席のもと、泣きながら記者会見を行った。訴状によると、浜田の無視、陰口などの嫌がらせにより、精神的な苦痛を受け、40度を超える発熱や、 筋肉の震えなどで3月26日から4月2日にかけて大阪、高槻市内の病院に入院以降も恐怖や不安から体の変調が続いていると主張している。会見の席上では弁護士が浜田に対する提訴の他大学に対しても小田に対する救済措置を講じるよう求めたことを明かした。 19から20シーズン中の提訴となったことについてはシーズン前に解決したかった。シーズン中にこういうことになってしまったのは残念と話している。関西大学は小田の提訴に対しアイススケート競技がシーズンに入り多くの選手が練習に懸命に取り組んでいる時期に提訴がなされたことは大変残念とするコメントを発表した。また12月10日には 同月6日に行われた選手の保護者説明会での要望があったとして、小田からの7月1日時点での申し出に対する調査結果を発表した。10月から11月にかけて、小田側に調査結果を通知しており、小田の要求については妥当ではないと結論づけている。小田信長から17代目の松へと自称しているが、祖祖父から遡って4代が不明となっているなど、不明な点が多く、 証拠となるものは示されていない。2014年7月時点で、祖,祖父である13代の名前を出すとともに、10代から12代を省略した家系図を公表しているのみである。また旧柏原藩織田家の当主である織田信隆によれば、大名となった角尾田家の末裔はどこも、信成がフィギュアスケート選手として有名になるまで信成の家系を認識しておらず、 真に信長の末裔であるかどうかは判断できないという。数の長広までは、信高流の系図の抜粋であり、完成へ治む所家府による、説明のために記すが、長広以降を保証するものではない。仮に系図が真実であるとすると、決闘的には、信長の次男である信男の男刑子孫となる。織田信成が自称する、系府数字は信長から数えて何代目か。実践は実、実施。 点線はよし、ありがとうございます。